ホワイトカラー一つ質問いいですか、はい、いいですか、はい、ヤングの問題についてお聞きしたいんですが、はい、先日ですね、朝日新聞が、はい、ヤングの問題について吉田誠二の証言を虚偽だと、認め、訂正して記事を削除しましたよね、しましたよね、はい、で吉田誠二自身も自分の書いたものはフィクションだと言ってまして、はい、それご存知でしたか？それはみんな知ってます。それはご存知です、はい、で先日、フジテレビの報道2001っていう、番組で共産党の小池晃さんっていう人が、うんうん、あんなの嘘に決まってんだろう、吉田誠二の発言なんて嘘に決まってんだろうという趣旨の発言をしていましたが、それもご存知ですか？それは見てないですよ。見てないですね。ではお聞き、福島さんにお聞きしたいんですが、はい、慰安婦の問題っていうのは、あれ全部嘘なんですか？いや、そんなことはないですよ。こんなことはないんですね。そんなことはないです。わかりました。そんなことはないっていうことはわかりました。つまり、こうなんです。待ってください、ね、はい、もう一つ質問があるんです、はい、でインターネットでですね、福島みずほさんが、お若いお綺麗な時にですね、今もお若くてお綺麗で、魅力的な女性だなと思ってヨロヨロっとしちゃうんですが、お若い時の画像だったんですよ。で、その時にですね、最終島にチェジュ島っていうんですか、調査に行かれて、慰安婦の方の、調査をなさったようなんですね。いや、一切していません。していないんですか？してません。ジョーちゃん、ジョーちゃん、おいでおいでなんていう、映像を私は見たんですが、いや、それはありません。じゃあそれは、わかりました、わかりました、はい、そうしますと、私が見た、福島みずほさんが、おっしゃっていたチェジュ島の調査の、映像というのは虚偽ですね。というか、行ったこともなければそういう映像もないはずですよ。ありました。だから、はい、それが何かを今ここで議論してもしょうがないですから、はい、てか私はそれを見てませんし、はい、わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます、はいはいはい、話を変えましょう。じゃあどうしますか？あと何か皆さんの意見とか、ちょっと差別について一言、はい、はい、どうぞ。多分